安西航輝選手です、お疲れ様です。お疲れ様です。今シーズン2勝目となりました。決勝ゴール決められましたが、ちょっとゴールシーンを振り返ってください。やっぱ右サイドハーフ上がった時に和樹さんがもう自由にやって、お前がもう全部自由にやっていいから、あのもう取られても気にすんなって言われたんで、そのファーストプレーが、まあ、トキ君とワンツーしてドリブルに持っていってシュートだったんで、綺麗に入って良かったです。安西選手らしい結構思い切りの良さが出たプレーだったんじゃないかなと思うんですが、どうですか？そうですね、やっぱ岐阜戦ではちょっとあんまりいいプレーはできなかったんで、やっぱアグレッシブに行けって言われてたんで、まあ、それが、まあ、ゴールにつながって良かったかなって思います。今日は最初右サイドバックスタートで、その試合の途中から森選手が入ってきて1列まあ上がるような形になったかと思います。そこをすんなりとこう変われたでしょうか、こう切り替えられたでしょうか？やっぱりユースの時から、まあ、ちょくちょく中盤やってたんで、まあ、感覚は、まあ、全部戻ってないですけど少しあったので、やっぱ森さんもやっぱ自由にやっていって言われたので、まあ動きやすかったので、まあ、でも良かったですね。天気見た試合全般ある程度こう退場者を出すまではあのヴェルディらしいこうテンポのいいサッカーができたのではないかなと思うんですが、まあ森さんとの関係がすごいやりやすかったので、まあ自分動き回ってスペース上げて森さんのストロングを生かすっていうのを考えてたので、まあ退場してからはちょっと苦しい時間続きましたけど、まあしっかり自分が頑張りましたってしっかり出来上がりましたってブロック作って守れたので良かったです。結構最後苦しい時間帯もありました。そこをしのげたところ、何かチームとしてのまとまりみたいなものを感じられたんですが、やっぱりゆうやくんが、まあ、自分もちょっと少しぼーっとしたので、ゆうやくんがしっかり声かけてくれたおかげでしっかりチームがまとまったので、まあこれから次は北九州のホームなので、やっぱそこでホームまだ勝てないのでしっかり勝ちたいと思います。